あれはマンガアシスタント時代、同僚がこう話してきた。ねえねえ、私子供の頃さ、散歩の途中、犬を連れたおじさんが道路端に何かを埋めてたの。あたしきっと宝物を隠したんだと思って掘り返したら、犬のうんこが出てきたのよ。今考えたらバカりそうなものなのにね、バカで。で、そのうんこの下は掘り返さなかったのかい？え？そのうんこの下にあったかもしれないね、宝物。先生、そうね、きっとあったわね。おしまい。